その別海高校の地元別海町では春の選抜甲子園別海高校の対戦相手が決まりました。初戦の相手は岡山県の強豪校創志学園です。町内の応援ムードも高まっています。すごいですよね、こんなの初めてで、はい、もう別海町も大騒ぎです出たからには勝って本当優勝もしてほしいなっていう気持ちになってます。まあ、僕たちはスーパーで働くものなんで、本部と相談しながら一勝するごとに何かプレミアみたいなものをつけていけられればと思ってます。曽根光三町長は組み合わせ抽選会の様子を固唾を飲んで見守りました。3月20日に試合の予定なんですけれども、ご予定は？いや、行きたいですね。もう行きたくて行きたくてうずうずしてるんですけども、実は19日と21日に今スケジュール入ってるもんですから、勝ってくれればそれはもう資金も追加融資してしっかり後押ししたいと思ってます。こちらは選手たちが食べる弁当を作ってきたカフェ。野球部の特注弁当はご飯 500g の他に 170g のおにぎりが2個ついた特大サイズです。定価よりも安く提供しているといいます。オーナーの森野志保さんはスピードスケートの元オリンピック選手です。お弁当に込めるのもそうですし、あとなんかメッセージをちょっと上の方にシールで貼らせてもらったりして届けって思ってます。毎日何でもいいから勝ちまくれ基本勝ち弁っていう風に呼んでるので、そういうような感じで。居酒屋の壁に貼られているのはマスター手作りの新聞別海スポーツです。長年町内の野球チームの撮影を行ってきたため、選手たちを子供の頃から見つめてきました。嬉しいっていうよりね、羨ましい。高校球児の親だから勝ち負けうんぬんよりもやっぱり、悔いのないように嬉しいですね。はい、こちらの居酒屋をよく利用している野球部後援会長の阿部正弘さんです。エースの酒井春樹選手の祖父でもあります。町民がいろんな意味で練習を支えてくれたり、町全体が盛り上がったというのはすごくいいことだなと思ってます。まあ、子どもたちはとにかく一生ということでやってますんで、まあ、そこを何とか叶えてもらったらもう言うことはありませんね。在校生の応援の練習にも熱が入ります。女子が少ないのでちゃんと自分たちで声出して本人たちに届けるように頑張りました。今までの頑張ってきた分を全力で出して頑張ってほしいなって思います。そして甲子園を前に野球部は地元での最後の練習を行いました。選手たちは明日甲子園に向けて出発します。